一の鳥居山和姫神社は三重県戸橋、国崎町あざ、鎧崎にある神社である。近代社格制度に基づく旧社格は尊社。1869年までは天御前と称した。伊勢神宮が所管する神社ではないが、伊勢神宮と深い関係を持つ。伝説の天お弁を祭り、天の熱い信仰を集める。本殿は木造神明づり、拝殿は 木造流れ作りで水垣を有する。他に鳥居と城野島を2機ずつ備え、平屋建ての社務所がある。境内は920坪。主催神は、かずき女神である。千女神は、伝説の甘、甘の子祖と言われるお弁のことであり、めまいよけ、ともかずきよけにご利益があるとされる。このため、地元の甘だけでなく、日本中のダイバーの信仰も集める。 水人天皇二十六年、山和姫命は、伊勢神宮への鬼越を求めて、諸国を巡行し、国崎を訪れた。そこで、天のお弁からアワビを献上され、美味であったことから、伊勢神宮へ奉納するように言った。アワビは、日持ちさせるために、のしアワビに加工して、伊勢神宮へ奉納された。その後、国崎は、伊勢神宮の神戸に選定された。下空かぐらに、 姫者として歌われている。1869年に、天御前から天和姫神社に改称される。1906年に14社を、翌1907年に3社を合祀した。翌1908年には1000人のネギが置かれ、それまで祭祀を司っていた、お祭り屋は、役目を終えた。天和姫神社は、以下の17社を合祀している。いずれも、 旧社格は無格者であった。博士宮社は、県岬にあった神社。1906年に天かず目神社へ合祀される。県宮とも称する。安徳天皇と共に、壇の浦の戦いで沈んだとされる三種の神器の一つで、ある天村雲県を、アジャリ炎上という僧侶が海底より引き上げ、祀ったという伝説がある。八幡斎サイトに船祭りは、 国崎町の二大祭礼となっている。元は、八幡社の祭りで、1月5日の旧社神事を中心と、する。八幡祭りは、日程は違いど、鳥羽市内の各地で行われており、漁村では、大量や海上安全を祈願する意味合いが強い。1月2日には、初寄りとして、旧社の打ち合わせを行い、1月4日には、古種が、翌日の全部を準備する。 大根柿を再興する。旧社神事の一環として、マナ橋と呼ばれる神事が行われる。これは、国崎の里や、海間谷の各集落から一人ずつ選ばれた男性が、手を触れずに箸と包丁だけでボラを頭、骨、身の三枚に下ろして、刺身にする神事である。ボラの頭部は、区長、漁業共同組合代表、調理者が持ち帰り、骨は、翌年のマナ橋役がもらい、 刺身となった身は大老連に振る舞われる。二船祭りは毎年11月に3日間かけて行われる祭事。元は白髭大民神社の祭りで海神谷と里屋の競争が主な神事である。祭りの日程は以前11月16日から18日の3日間であったが2009年現在は11月21日から23日になっている。一日目は 伊勢神宮からお札を授かり、そのお札を持った行列が街を練り歩く、万度迎え、二日目は、原稿になぞらえて、ヤシャブシの木を使って、大船二隻、小船四十八隻を製作する、三船作り、三日目は、競争神事である。競争神事は、里屋と海神谷に分かれて、角谷の五人の若者が船に乗り、四人で海を漕いで、前浜まで競争する。 先に、里屋が、沖合の神の島へ向かい、遅れて、海岸谷が出発する。里屋は、神の島で駆け魚と幹を備えてから前浜へ向かい、海岸谷の船と落ち合って、競争を行う。競争と応援は熱を帯びたもので、かつては、喧嘩祭りと称されるほど里屋と、海岸谷の応援者は、激しい応援合戦を展開した。競争は、放令を占うもので。 里屋が勝てば、オラが、海神谷が勝てば、イワシが大量になると伝承されている。五千神事は、従来、国崎、上島、菅島、小太江市、石鏡、大札、安城の七、村から、旧暦の6月1日に、天が集まって、アワビを取る神事であったが、1871年に廃絶された。その後、 パールロードの一部区間の無料開放に合わせて2003年に復活したものの2006年で再び断絶2009年に国崎の甘酒が参加する祭りとして再開された2011年は同年に発生した東日本大震災の影響で開催を自粛し2012年も開催されなかった2013年は神宮式年宣宮記念として 2016年は第42回先進国首脳会議記念として開催した。御前神時と同日に開催される霊体祭では、伊勢神宮から新職山井姫が甘かずき神社を訪れて神楽を奉納する。また、天が総出で1年の創業の安全を祈願する。2009年には霊体祭を拡張する形で、のしあわび祭りを同時開催した。 のしあわび祭りは、とばいそべ漁業共同組合国崎支所前の広場で、踊りの披露や、アワビなどの海産物、海鮮料理の提供、富みくじなどの祭事が行われる。神社周辺は、国崎町の中心街である。JR 三宮線、近鉄とば線、道島線とば駅前のとばバスセンターから、かもめバス国崎駅に乗車、終点国崎で下車し、徒歩約7分である。 付近に駐車場はない。ありがとうございます。